いなくなった彼氏。なんだか頭の中がこんがらがっていますが、話をさせてください。8月に入ってから、恋人と連絡が取れなくなったんです。最初は、ただ単に、振られたのかなって思ってました。でも、あの人がいなくなってから、変なことばかり起こります。私は霊感とかは全くないし、鈍感です。あの人と連絡が取れなくなってから一週間くらいして、非通知で何度か電話が来ました。非通知は拒否していますから履歴だけ残っていたんです。あの人からかなと思い、非通知を解除しておきましたけど、それ以後、非通知電話は来ませんでした。この前仕事から帰ると、台所に血だまりができていました。すごくびっくりして部屋に入ると、布団も血だらけ。身に覚えがなくて呆然としていました。そして部屋には、あの人が吸うタバコの吸い殻が残っていたんです。何か嫌がらせを受けたんだと思って、とりあえず血だまりを拭いてシーツを洗濯しました。その時は警察に届けようとは少しも思わず、ただ淡々と掃除をしてしまいました。掃除をしてバスタブに向かうと、バスタブにも血が溜まっていました。思わずバスタブに手を入れてしまいました。血はまだ生暖かくて、誰かが部屋にいるような気がしました。実際は誰もいませんでしたが、私はパニックになって、いろんな人にわけのわからない電話をかけまくってしまいました。あの人と連絡が取れなくなってから2週間くらいしてから、手紙がポストに入っていました。切手は貼っていなくて、直接ポストに投函されたんだと思います。中身は子供が書いたような文字で、帰りたいけど行けない、怖い、頑張る、みたいなことが書いてありました。近所には小学校もあるし、私のアパートの周りでは子供がよく遊んでいるので、子供のいたずらだと考えました。それで最近、夢の中にあの人が出てくるんです。必死の形相で何かを訴えているんですけど、何を言っているのかがわかりません。夢の中で私は彼に、聞こえないよと言うと、彼はさらに顔をこわばらせて懸命に何かを訴えようとしてきます。そして彼の夢を見た朝は、必ず彼の吸うタバコの匂いが部屋に充満しているんです。この前、知らないおばあさんが急に近寄ってきて、あなたの体すさまじい風に巻き込まれている、一人で立っていて平気なの、そう言われてしまいました。彼は一体どこに行ってしまったんでしょうか。指切り村、指切り村の話。これは今から20年以上昔に、とあるテレビ番組で紹介された事件。昭和50年代にその事件は起こった。場所は九州の、かつて炭鉱で栄えていたが、鉱山が閉鎖されてすっかり寂れた村。そこで一人の男が農作業中に誤って草刈り機で自分の足の指を切断してしまった。これだけなら日常の範疇でよくありがちな事故なんだけど、
この出来事を境に、急にこの村では不思議と、村人たちの手足の欠損事故が頻発するようになった。文字通り、異常としか言いようのない頻度で、手足の指、耳、目の欠けた村人たちが現れ始め、近隣の町や村の人たちは、この村を指して、何かのたたりだと噂し合った。ついには保険会社が内定を始めて、そこである事実が浮かび上がってきた。最初に言った通り、この村は、炭鉱夫たちがいた頃には、彼らが毎日落とす金で活気に満ちていたのだが、廃校が決まってしまうと、村の人たちに対し、国や鉱山から多額の一時金が支払われた。その中には、自宅から通勤している村出身の炭鉱夫たちもいたので、鉱夫のいる世帯は、鉱山会社からの退職金、プラス、国、鉱山からの一時手当の大金が舞い込み、彼らは新たな仕事に就くこともなく、家を新築する。自宅に芸者を呼ぶ。家族総出でハワイに旅行。そんな感じで、大金を浪費し続けた。やがて手持ちの金も底をつき始めて、さりとて今更昔のつつましい生活には戻れなくなってしまった。そして彼らが取った行動というのが、勘のいい人ならもう理解しただろう。そう、保険金詐欺である。金を使い続けるために、彼らは保険をかけた自分の体を切り刻んでいたのだ。保険会社がこの事実を突き止めて、彼らを詐欺罪で告訴する準備を進めていた矢先、その相手の一人から一本の電話が。大変だ。農作業中に誤って、鎌で自分の赤ん坊の首を。この件で警察も動き出し、詐欺、そして保険金目当ての栄治殺害でついに御用となったわけだ。窓に映る女性。大学生だった頃のこと、昔はコンビニや売店なども、徒歩1時間圏内にないような、ど田舎の学校に2時間半ほど電車に揺られて通っていました。その日はゼミで時間がかかり、終電の何本か前の電車に乗って帰りました。疲れていたのか、その日は音楽を聴きながら寝入ってしまったんですけど、とある駅で目が覚めました。その電車は各駅停車で、快速なら止まらない、大きな川の上にあるトンネルに挟まれた駅にも止まる電車なんですけど、その駅で誰かが乗ってきて、横に座ったような感じがしました。なんでこんなに空いてるのに隣？というかこんな時間に、この駅から乗ってくる人がいるんだ。と思い、うっすらと目を開けると、窓に反射した隣の座席に、白いワンピースを着た髪の長い女性が、うつむき気味に座っていました。反射越しに見ると、密着しているくらいに真横に座っていたため、なんで真横なんだ？と、心の中で突っ込みを入れたはいいものの、密着気味の女性がいるはずなのに、服の擦れる感じとか、人がいる気配がない。ふと、隣の座席を見ると、足が見えない。寝ぼけた頭が一気に覚醒。目を見開いて窓を見ると、まだ隣には女性の姿が見える。こちらが気づいたことに気がついたのか、反射越しの女性は少し頭を上げて、口角を大きく引き上げ、満面の笑みを浮かべました。へたれな自分は鳥肌が立ち、そんなはずはない。
そんなはずはない。夢だこれは、と、目をぎゅっと閉じ、自分に言い聞かせていると。気がついてくれたんだ、と、耳元で声が聞こえました。あまりのことに、ガバッと立ち上がって、女性がいただろう座席を見ましたが、当然誰もいません。窓も見ましたが、きれいさっぱり見えなくなっていました。恐怖で多少人がいる車両に乗り換えて、そのまま足早に帰りましたが、その後その女性の姿を見ることはありません。迫る恐怖。この話は数年前に土木作業員として働いていた時の実話になります。私には幼い頃から人に見えないものや聞こえないものが当たり前のように見聞きできていて、それが霊感だということに気がついたのは中学生ぐらいになった時だと思います。経験、経市内にあるダムでの作業中、体験した実話。そのダムは、ダムを一周できる遊歩道が設けてありました。その他にも、ブラックバスやその他の淡水魚が釣れるらしく、事実、私たちが作業する間、何人もの釣り人を見かけていました。ある時、倉庫に道具を取りに行って、道に金具を広げ、組み合わせていた時、男性の声で、すいません、と声をかけられ、はい、と返事をして顔を上げると、そこには誰もいませんでした。キョロキョロと辺りを見回しましたが、男性はおろか、人の姿を見つけることはできません。おかしいなと思いながらも、その場を後にし、他の作業員に道具や器具などを渡し、ふと左側に続く道を見たときです。何かわかりませんが、ものすごく怒りを抱いたもの。意識を集中させていなかったんで姿は見えませんでしたけど、そんなものが左側の道の前方から迫ってくる気配がして、そちらを向いたまま微動だにできずにいると、こちらに向かって何かが走ってくるのがなんとなく分かって、慌てて車に数珠を取りに行こうと、体を動かそうとしたとき、全身から嫌な汗が吹き出し、ものすごい恐怖感と圧迫感を感じ、体がガクガクと震え始め、動くこともできず、血の気が引いていくのを感じながら、その場に立ち尽くしていました。数分後、突然、突風が吹きました。その瞬間、体が動くようになり、震える足を何とか動かし、目線は、左側の道にいるであろうものを見たまま、車に移動し、車内から数珠を取り出し、腕にはめて、般若心経を唱えました。すると、嘘のように恐怖感は消え、体も、普通に動かせるようになりました。左側の道は当時工事のために通行止めになっていました。作業も終盤に差し掛かり、通行止め解除のため、現場監督が左側の道に入っていき、そして数秒後走ってきて、携帯から警察に連絡をしていました。左側の道は電波が悪かったためです。その後警察が到着し、現場監督と左側の道へ入っていきました。何があったのか、警察が来る前に聞いたところ、男性の首吊り遺体があったそうです。あの時の掛け声と圧迫感と恐怖感は、その男性のものだったんでしょうか。
午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなた、午後からはね、まあ悪いものはチョキンと切り捨てて、いいものを受け入れる、そんな時間になると思います。さあ今日のラッキーアイテムはね今日ラッキーアイテムはね、ラッキーアイテムなんかね、いつもね即興で考えるんですよね。すごいでしょう。今日はですね、まあ体のためにですね、乳酸飲料ですね。乳酸飲料いろいろありますよね。ピルクルとかね、ヨークとかヤクルトですね。そういったものでございます。まあ苦手な方いるかもしれませんが、体にいいものとしてね、あくまでラッキーアイテムですので、飲めなくてもね、あ、ヨークだなとか思うだけでもね、いいかなと思います。それでは皆さん、お肌ルコンでございます。またねー。